皆様こんにちは、まどかより子です。電話でつなぐまどかの輪、本日は和歌山1区選出の衆議院議員岸本周平さんにおいでいただきました。岸本さん、今日はよろしくお願いいたこんにちしまは。す。よろしこんくおに願いちしまは。す。また江畑さんもよろしはい、くおよろ願しくいいお願たいいしたます。します。和歌山っていうのは割と自民党の強い県だというふうにずっと言われてきましたが、そうですね、今もそうなんですね、けど、でもすごいですよね。昨年末のね、民主党がもう大逆風の総選挙で小選挙区でお勝ちになりました。まあ300票しか差がでなかっもたんですけれど勝も、ったことはすごいですよね。ありがとうございます。ねえ、やっぱりそれは地道な活動の賜物なんでしょうかね。そうですね、やっぱり4年間浪人してますので、2005年の選挙に出て落選をして、丸々4年間、本当に365日休みなく歩いてましたので、耳が痛い。それがなかったら多分今回はとてもじゃないですけれどもと思います。でもね、それと同時に元財務省、つまり大蔵省でずっとさまざま金融、財政、もう税のことから何からしっかりやってらして、もう政策通でいらっしゃる、それも皆さんの信頼を得たんだと思いますが、今回のアベノミクスとかどう思われますか？まずアベノミクスは、うまくいってほしいと思いますね。もちろんね、これ日は、本が良くなることは誰もがね、望んでるこそとれはです。本当に良くなってほしいと思います。ただ、その反面でリスクが高すぎますので、ある意味、博打みたいなところがあります。金融緩和はですね、ちょっと異次元なので、これは出口戦略も難しいでしょうし、副作用も大きいんですが、それは一か八かですよね。ただ、財政のところは私たちは3年3か月、一度も補正予算で借金してないんです。そうです。ね、ミスター、その辺あんまりでも人に分かっていただけてないですよでね。もそこは歯を食いしばって借金はせずにやった、これ、ポンと5兆円借金なさった、これはもう明らかにプライマリーバランス悪くなりますので、これは反対で、3本目の矢の規制改革はぜひやってほしいですけれども、今回出たものを見ると、実は全く中身のないことになっていて、まさにマーケットもそれをすぐ見抜いて今反株応が乱高され下てしますて、よね。円はまたちょっと高めになってますし。ですが、もう踏み切った以上はですね、皆さんの気分が変わったことは評価しますので、なんとかうまくいってほしいんですけれども、ただ、あえて言うと、私は安倍さんは保守政治家ではないと思いました。っていうのは、アベノミクスは冒険主義なんです。確かに20年低迷してましたから、一か八かっていうのはありかもしれませんが、保守政治家はそれはしない。で、彼は保守政治家じゃない。野田さんは保守政治家だったからしなかった。慎重でしたね。私はだって、失敗した時のハイパーインフレになった時、責任取れませんもん、そうです我よね。々は。そういう意味で言うと、今回の憲法改正にしても何にしても、過激なナショナリストみたいな、そういうレッテルを貼る人もいますよね、安倍さんに対しては。本当の意味の保守政治家ではないと、憲法に関しても。その辺はどうですか？そうですね。ただ、自民党ってなかなかしたたかな政党ですから、岸信介さんのラインがありましてね、これは憲法9条を改正して国防軍を作って普通の国になるんだというのは血統の精神ですから、その流れは一つありだと思います。一つのお考えだと思います。ただ、自民党がしたたかだったのは吉田茂さんのラインがあっそて、うですね。ね、戦争前に憲兵隊に追いかけられて3週間、戦争反対者として留置場に入れられたことのあるリベラルな政治家ですから、彼が戦後、憲法を守って軽武装、日米基軸、特に経済中心という路線を作られたわけですね。で、これは佐藤栄作さんから始まって、ずっとこう続いてきて、これは佐藤栄作、田中角栄のラインもあれば、当然大平正芳、宏池会につながる流高れ知があっ館て、ね。つまりタカ派の保守とハト派の保守が見事に疑似政権交代をしながら今日まで来ていたと思うんですね。でも今のね、安倍政権になってからはちょっと宏池会的な方々が割と影を潜めていらしたような、もうみんな安倍さんにあまり何も物を申せないというような、マスコミから何から全てね、自民党内私も党の綱領を作るときに随分平場で議論したんですけれども、まさに、他党のこととはいえ、加藤浩一先生と古賀誠先生が引退した後、いわゆるハト派の保守政治家がいなくなってしまっているわけです。で、一方で民主党こそがですね、そのリベラルな保守と、言葉の問題は別にして、リベラルな保守、穏健な保守、真ん中スコッと今空いてるわけですそうのですで、よそこね。の受け皿になるべきだと思います。そうすると、
国民は選択できるわけですよね、うんうん、もはや社民主義とか共産主義の時代ではないとするならば、うんうん、穏健な保守か、まあ、過激というと失礼かもしれませんけれども、うん、先鋭な先鋭な保守とか、うん、そこの間合いをですね、うん、取るべきだと思うんですが、うん、その時に私はですね、リベラルっていう言葉をね、うん、再定義して使ったらどうかという提案をしたんです、うんうんうん、再定義ね、はい、つまりリベラルってのはやや左翼的なレッテルがあるので、うんうん、民主党内でもやや保守の強い方は嫌がられるんですね、うん、ただ私はリベラルというのは価値観の多様性を重んずるということだと思うんですよ、はいはい、それはまさに民主党が求めていたものですよね、これはちょっと極論すればですね、うん、アメリカのオバマが体現するリベラルは、うん、同性の結婚を認めるわけです、うん、で日本はそこまでは急にいかないとするならば、うんうん、せめて選択的な夫婦別姓というものがあるとするとそれを認める人たちがリベラルなんだと思います、うんうん、つまり自分もの価値観はあるんだけども、うん、いろんな価値観の方のその自由な権利を認めてあげよう、うん、そうそう、選択夫婦別姓というのは自分はしなくてもそれをしたい人には認めてもいいよという、そういう柔軟なね、そうなんです、あり方なのにそれすらダメっていうのはおかしいですよね。で今の自民党はそうなんですよ、うんうん、そうですね、形を作ってそこになんとかはめ込もうとする、そうしないと不安なんでしょうね、家族のあり方が壊れるとかね、そうですね、働き方にしてもそうですよね、うんうんうん、だからやっぱりそこはまさにリベラルということを価値観の多様性と再定義して、うんうん、10年経った後見てくれと、うんうん、民主党が打ち立てたことがこれがリベラルなんだと思っていただくと、うん、それを再定義の提案はどうだったんですか、皆さんに受け入れられなかったんですか。いや結構平和で受けて、うん、辻元清美先生がですね、うん、大賛成してくれて、うんうん、これもね宏池会ってことを私使ったもんですから、うんうん、辻元先生が私は宏池会左派ですわと岸本さんは宏池会右派ですわとそこでまさにそのラインの中で民主党立て直すではありませんかと、うんうん、拍手喝采だったんですけども、うんうん、まあ、現執行部に却下されましてですね、そうなんですか、とっても残念だったんですね。現執行部やはりリベラルという言葉についているイメージが、でも楓さんだってね結構リベラルな人なんですよ、そういう意味で、うん、結構いろんなものを、ね、私はそれで最終的にでも私はリベラルでなくていいと申し上げたんですよ、うんうん、民主中道っていう言葉が98年綱領に入ってましたから、うんうん、民主中道でも結構です、うんうん、まさに民主中道ですよね、うんうんうん、しかもこれは結党の時に、まあ、96年に出来て98年の綱領できちんと議論して作ってるわけです、うんうん、ところが2013年綱領からは民主中道が落ちてるんですね、うんうん、これこそが有権者の方々から期待を何ていうかな失ってる原因の一つだと思うんですね。なるほど。昨日の、ね、朝日新聞に細川元総理がインタビューを受けてらして、そこにも書いてらしたし、私もこの間お会いしてお聞きしたんですが、民主党はもっとね理想の旗をね高くね掲げた方がいいっておっしゃったんですが、その辺党内でやっぱその辺の今 のリベラルの再定義と同時にマニフェストとか綱領とかの中にそういうものは出てきてるんでしょうか。今まさに最中でですね、うん、今日もやるんです会議を、うんうんうん、それでなかなかそこまで煮詰まってないんですけれども、うん、例えばリベラルで言うと、うん、昔っていうか2009年まではその前もそうですけども、お二人まさに議員であられた頃は、うん、女性議員多かったんですよね、多かったですね、これが2009年その前の参議院選挙とかなり数を減らしてしまっています、はいはい、で例えば、はい、先進国のほとんどの国が、うん、国の制度か政党の制度としてクォーター制を取ってます、はい、本当にほとんどの先進国がそうですので、うん、そうですね、やはり民主党こそがね女性議員のクォーター制を入れるということをマニフェストに書くことで、うん、まさに女性の働き方が自由になる一つのメッセージが送れると思うんですけど、うんうん、そういう議論全くないんですよ、ないんですか、残念ですね。でもまあ僕ら平場ではねやってるんですけど、うんうん、なかなか全体に届かない。いや私ね赤松良子元文部大臣なんかもクォーター制を実現する会とか作ってらしてね、結構あっちこっちでねそのクォーターのことは言われてるんですが、民主党がしっかり掲げたら相当女性票はというと票のためじゃありませんけど、はいはい、女性たちは将来的に本当の意味で女性が働きやすい、そして子育てもしやすい社会を作ってくれるのは民主党だなと思ってくれる一番のポイントだと思いますけどね。 その上で候補者例えば4分の1がいいのか、うん、数だと思う、うん、じゃあ4分の1はもう候補者は女性に絞りましたっていうのも目に見えますからですね、うんうんうん、やっぱり多様な選択肢を政治が示すのには、うん、やっぱり政治家も多様な人材をやっぱり揃えるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。そうですね、うん、でせっかく2009年の我々が政権交代をした選挙で、うん、若い方や女性もかなり増えたのにもかかわらず、うん、また今回こういう形で減ってしまって、
でここから本当に立て直すときにやっぱり一つの旗としてそれを自ら遠くから変えていくっていうのをやっぱり入れてほしいですよね、うん、20年前に日本神道の時に実は統則にクォーターを入れたんです。あ、それはすごい。あの時日本で初めてだったもんですから世界各国の記者が取材に来たんですね。でこれから日本っていうのは各政党がクォーターをね導入していく形になるんでしょうかって韓国からも来てね。で実際には韓国の方が先に制度化されましたよね、はい、とっても残念でね。でその時に候補者やっぱりなかなか女性たちがねいくらお願いに行っても出てくださらないんです。やっぱり政治に対する拒否感が女性はかなり強いんだと思いますが、それで執行部にその時は女性を何分の1にするというのをちゃんと入れたんですね。でやっぱり候補者も大事ですけど執行部に女性がいて決定権を持つことはすごく大事だと思うんですね。今の民主党って女性の数少ないから当然執行部にもほとんど役員会ゼロです。ゼロですか、もう残念です ね。あ、そうですか。それじゃなかなかやっぱりね私も国会議員になった時に20年前ですけど保育園にちゃんと体温計子ども測って連れていく37度以上だったら保育預かってくれないんですよって言った時にほとんどの人が知らなかったわけ。つまり国会議員の妻というのは専業主婦で幼稚園にしか行ってなかったりでね、ああこれじゃなかなかね働く女性たちのそれか私なんか賃貸アパートに住んでて大変だったそういう思いはね国会には伝わらないのかなと思ったんですけど、もうぜひ民主党にはもっと女性が少なくても役員会とか入れてほしいですよね。少なくともクォーター制はきちんと主張すべきだと思いますし、ただ本当に良かったのは2009年、我々で同期ですけども、本当にいろんな方が当選されてきて職業もバラバラだし、本当に2世3世いなくてお金持ちもあんまりいなかったと思うんですね。結構貧乏な人ばかりでね。そうですね、そういう人たちが代表するやっぱり国会の方がいろんな人たちの気持ち意見さまざまなものを吸い上げることができますよね。民主党はそういう政党であってほしいんですよ ね。 そうですね。それをもっと外に出すことは今だってそんな大金持ちがいるわけでもないし、はい、ね、だからね、できると思うんですけどね、自重自爆っていうんですかね、自分たちでこう縛りってて、そういう意味で例えば女性の働き方一つとってもですね、安倍さんが言ってる3年間育休を取ってもらって、はい、そして幼稚園だけ無料化するっていうね、これってものすごく古い日本に戻れって言ってるわけですよね。3歳自身はもう一度ね、復活させようという感じです。しかもまさに幼稚園を無料化するってことはもう全然保育所をね待機児童なんとかとかおっしゃってますけど本音は違うということなんですよね。やっぱりその辺はですね、私たちが全く新しいその、まず私も実は子供を預けて育てたんです、でやっぱり当時20年以上前30年ぐらい前かな、そうするとその預けるとで無認可預けてましたから、0歳でお金は高いしね、それで無認可はね、なんかそういうのは不良になるとか言われましたけど、ちゃんと不良にならないと言われましたからねでもね3年抱っこし放題3年育児休暇延長とかねいろいろとにかくね女性に対していろいろやってますよって上手なんですよ自民党はね。でおかしいよというだけじゃなくてじゃあ民主党は何をするのっていうのがねはっきりしてないんですよ。そうなんです。それをしっかり都議選参議院選に向けてもそうだし将来的にこんな社会を作って女性が子育てしやすいような働きながらちゃんと男の人も女の人も子育て楽しめるようなこういう政策やりますよってもっとちゃんと出してほしいなと思うんですけど、そうですね、そういう意味では昨年の子ども子育て法案というのはまさにその一歩だったと思うんですよね。それで国が毎年1兆円を子育て支援に予算としてつけるっていうことも決めさせていただいたので、まあ、本当はもっとそういうことのアピールも必要ですし、それから本来であれば総合子ども園を私たちは目指していて、まあ、基本的には認定子ども園の延長になりましたけれども、やっぱり幼稚園と保育所の一体化とか、あとはやはりその若い方たちの雇用の問題ですよね。やっぱり女性だけの問題ではなくて今やっぱりその男性側にとってもこの子育てっていうのは非常に大きな
問題になってきているので、はい、そこのところをやっぱりきちっと、ね、あの民主党として示していく必要がある、そういう意味ではですね、実はアベノミクスを批判しているだけじゃダメで、はい、我々やっぱり景気対策とかに少し力を注いでなかったと思うんですよ、うん、で景気大事ですし、はい、経済政策、はい、それはやっぱりその競争は私はすべきだと思うんです。で規制はない方がいいと思うんですが、そのことと私たちは新しい公共っていうのを作ったじゃないですか。そうですね、はい、まさに社会的な起業家みたいなですね、その NPO とそのいわゆるフォープロフィットの株式会社とがうまくコラボレートできるような、うん、そして若い人に社会起業家になってもらえる、うん、そして NPO で働いても300万円ぐらいの収入が得られてきちんとした社会人として生活できるっていう別のですね、うん、経済モデルを提示しなかったからですね、なんか景気対策は自民党みたいな感じになったと思うんですね、うん、そこがすごく大事だと思いますね、うん、そうですね、あのぜひまた岸本さんにも頑張ってほしいし、江畑さんと私も頑張って、はい、ま、女性たちの、ね、はい、問題しっかりやっていきたいですね、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。